はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。皆さん、ハンバーガー食べますか？多分ね、若い子みんな好きですよね、ハンバーガーね。まあ僕はね、普段あんまり食べないんですよ。最近和食が好きであんまり食べないんですけれど、でもね、ふとね、急にこうね、ハンバーガー食べてって時が来るんですよね。今回はそんな時におすすめな超簡単エッグバーガーの作り方やりたいと思います。はい、材料はこちら。はい、事前にハンバーグの生地は作っておきました。はい、じゃあまずね、フライパンにオリーブオイルですね。で、火をつける前にですね、このハンバーグの生地をね、フライパンに乗せます。ここからがポイントです。いきますよ。このね、普通はやんないんですけど、この真ん中の部分ですね、真ん中に穴を開けます。はい、こんな感じかな。ここでファイル、これでね、両面焦げ目をつけます。はい、今ね、両面焼き色をつけました。そしたら次はですね、この真ん中穴開いてるところに卵を入れます。はい、じゃあ卵入れますね。えい、おー、いい感じ。はい、この後蓋をして蒸し焼きにします。さあ、そろそろいいかなと思うんで開けますよ。オープンだハンバーグ。オッケー、これやばいでしょ。見た目でもう美味しそうでしょ。これがね、手作りのクオリティですよ。はい、やっとね、ハンバーグ完成したので、ここから、パンに挟んでいくところですね。やりましょう。まあ、こっからお好みなんですけれど、まあなんとなくマヨネーズでいこうか。はい、次、まあケチャップかな。はい、主役のハンバーグです。うーわ、うん、次はトマトにしようかな。次はね、野菜だね。はい、お次チーズで。はい、パンの上にもね、じゃあ、マヨネーズ塗りましょう。これで蓋をして完成だ。いきますよ、せーの。あ、完成です。いや、どうでしょう、どうでしょう。いやいや、これ完全にちょっとお店出せるよ、これ。うん、これやばいよ。さあ、完成いたしました。どうでしょうか、可愛く仕上がったんじゃないかな、これは。大ボリュームです。大ボリュームね。この高さね、なかなかないですよ、これ。やっぱ手作りはいいよ。いただきます、ハンバーグ。これは激うまだ、激うま。3個ぐらい食べるね。うん、やっぱりあれだね、今回のポイントとしてはですね、ハンバーグを焼く時点で同時に卵も作っちゃうんで、まず手間が省かれるよね。そして旨味、肉汁の旨味もギュッとこう凝縮されるわけでね。やっぱり思うのはね、手作りって美味しいよ、うん。まあ別にね、今日使った具材じゃなくても、もっとね、お好みの具材をいろいろ入れて作ったらやっぱ美味しいと思いますよ、うん。まあ休日、外食もいいんですけれど、家でね、丁寧にハンバーガー作って食べるのもこれいいんじゃないですか。まあね、お時間ある時にでもやってみてください。それではまた次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。 家でね、こうやって、丁寧にハンバーグ作って、もう一回いきます。たまには家でね、こうやって、ゆっくりハンバーグ作って。
セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネルセイキンゲームズ、こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマホその他タブレットからご覧の方は画面の外側の登録ボタンから、ぜひチャンネル登録そして応援をよろしくお願いします。